どうも、コウズです。今回ですけども、第26節、浦和レッズ戦のプレビュー徹底分析ということで、試合前のね、展望をやっていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。目次ですが、新潟対浦和のポイント、新潟のポイント予想メンバーといつもの4打構成でやっていきたいと思います。早速参りましょう。新潟から見た通算対戦成績が5勝5分け29敗と、まあ、大きく浦和相手に巻き越しているわけですね。ここまで巻き越しているとなると苦手な相手だということなのでしょう。リーグでの今季1回目の対戦でも新潟敗れてます。僕も駒場に行きました。Vlog にもアップしてますので、ぜひそちらもご覧いただければと思うんですけれども、まあ、スコアこそね、2対1、まあ、新潟的に見たら1対2だったわけですけども、まあ、スコア以上に力差を感じる内容ではあったと。あと、まあ、スコールジャ監督の試合中の修正力も見事だったという印象もあります。新潟的にはね、鹿島、川崎、そして浦和との3連戦は、まあ、勝負どころではあったわけですが、まあ、鹿島に負け、川崎に PK 戦の末負け、まあ、残る浦和戦は是が非でも勝たなければならない状況にあると。天皇杯を落としたので、リーグに集中し、上半分、つまり一桁順位に入りたいトップハーフと言われてるね、まあ、9位より上に入ると、まあ、賞金ももらえるし、ね、なんかやっぱり何か目標があった方がいい気がしてますけどね、僕は。ここを目指そうという目標。もちろん目の前の敵が最強な敵だって言って、一戦一戦戦うのはもちろん大事なんだけれども。何か目指すべきところ、要はどの山に登るかとか、そういうことをさ、意識しないとさ、あとじゃあこれぐらい登らなきゃいけないっていう風な、やっぱり、どうなんだろうね。難しいね。なんとも言えない。これは人のメンタルの問題だから、なんとも言えない。一方で、浦和は非常に強力な相手であると。僕もね、最下に何度か今季見に行ったりしてます。まあ、その駒場戦の、駒場で行われたその新潟対浦和の試合ももちろんのこと、まあ他にも結構浦和の試合って見てるんですよ。Vlog にもしてるので、多分ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど。なので結構今季の浦和、まあ去年も見てたんですけど、結構僕はその関東済みアルビサポなんで、あの最差近いんでね、結構見に行ったりするんですけど、普通にサッカーの試合としてね、非常に強力な相手ですと。ただなんだろう、ビルドアップ、そのパスつないでポゼッションサッカーを試行しようとしてるんだけど、まだ過渡期という印象ではあります。リカルド・ロドリゲス監督が就任して、そのボールを握るということを植え付けてる、なんだろう、途中で、まあ、スコルジャ監督にシフトして、まあ、結局結構個の能力がさ、選手の個の能力が高いからさ、そう成り立ってしまうんだけれども、まあ、鹿島に匹敵する強度と質を持ち、粘り強さもあると。まあ、前回対戦時、得点を許した酒井選手が負傷で欠場の可能性があるそうです。前節、負傷交代したそうで。で、まあ、新潟も一方でセンターバックにコンバートされて主力として連続スタメンだった渡辺大樹選手が離脱しているようであると。鹿島戦でベンチ外だったのは、川崎戦の出番かなと思ったら、川崎戦でもベンチ外だったんで、多分普通にコンディション不良なのか、怪我なのかで、多分アクシデントで離脱してんじゃないかなと思うんですけど、となると多分、浦和戦も出てこれないのかなと。ということで、両チームともベストメンバーではない可能性があるわけですが、まあ、新潟的には鹿島戦での敗戦から何を学び改善できているのか確認するには、まあ、非常に適した相手でもあると。結構ね、その鹿島と浦和は、まあ似てる風味がありますよね、割と。ここで勝てれば今後の戦いにも光が見えてくると。私もビッグスワンに現地観戦しに行きます。もう今季ね、去年より俺ビッグスワン行ってるかもしれない。どうなんだろう。まあで、去年は、その昇格き、なんか9月から最終節にかけて、かなり俺畳みかけてビッグスワン行ったんだけど、今年はね、じわじわ行ってます。もう夏場にこんなにビッグスワン行ったの久々かもしれない。ということで、9月2日僕はビッグスワンに現地観戦しに行きますと。そしてじゃあ浦和のポイント行きましょう。西川、ホイブラーテン、ショルツのディフェンス陣は非常に強力であると。ここに岩波選手もいるということを考えると、この守備網を崩すのは新潟的には容易ではないと。まあ、加えて、ホイブラーテン選手もショルツ選手もフィードの精度が非常に高い。まあ、岩波選手もそうだけどね。質の高い前線の選手にピタリと収まるボールが蹴れるディフェンスが複数いるのは大きな強みだろうと。だからそのビルドアップを試行してるとはいえ、そのディフェンスからの一本の縦パス、ロングパスがピタッて入る、はまるんだよね。そう。だからその、どっちかっていうと割と縦ポン的なサッカーも結構な高いクオリティでできちゃうから浦和って強いなっていうふうに思うんだけど、そしてフォワード、ホセカンテが爆発中であると。
まあ、興梠選手はタイプが違うわけですが、まあ、決めきる決定力があり相手にするには厄介な選手である。まあ、興梠選手が出てきても厄介なんだけれども、どの道でも、あのこの前 ACL のプレーオフのリーマン戦かな VS 香港かなんかのチームとやった時に、その興梠選手スタメンでね、やっぱ興梠選手はもう常に狙ってんのよ、ディフェンスの背後を。でもそれを察知してパスを出す選手がその日のスタメンにはなかなかいなくて、でも多分岩尾選手とかが出てくるとすると、結構そこを視野広く見られてると、興梠選手が出てきても怖いなと思うし、まあ、単純にホセカンテが出てきたらもうフィジカルも強いし決定力もあるから、まあ普通に怖いよね、高さもあるし、っていう風なところ。小泉大久保関根が運動量高くプレスや仕掛けに走り回るのも注意しなければいけないと。もうこれ、もう体力切れたら交代するからよっていう感じで、全力で走らないやつ使わねえからみたいな感じの圧を僕はスコルジャ監督から感じますが。まあだから全然みんな走るのよ。で、ACL のプレイオフで圧倒的なパワーセンスを見せてきた10番中島翔也選手も加入後、徐々にコンディションを上げてるのも、まあ気をつけなければならないかなと。まあ、どこのポジションもこなせる秋元選手が結果から復帰して戻ってきたのも浦和的には大きいでしょうと。まあ、サイドバックでの起用が予想されるわけで、まあ、これも左右できるしね。で、そのポジショニングが予想しづらいと。気づいたらすごい前線にいたりするから、しっかり抑え込まなきゃならないキーマンの一人かなと。岩尾選手の精度の高いプレスキックも注意が必要なので、セットプレーも新潟的には要警戒かなというふうなところです。新潟のポイントいきましょう。新潟ポイント、残りリーグも10試合を切ってきたと。もう26節ですよ、残り9試合、8試合、そんな感じでしょ。だから未だ連勝のない新潟にとっては、苦手とされる浦和に勝利して連勝チャンスを増やしたい面があると。1回負けたら1回引き分けたら連勝チャンスが切れるからね。そう、いち早くまずは1勝、そして続けて勝利。一桁順位を狙うためにも連勝し続けることと連敗しないことがやはり重要であると。まあこれは、あの、昇格争いした去年の J2 の時かも、去年より前の時からも言ってたけど、やっぱり連勝し続けることと連敗しないことって非常に重要であると。鹿島戦の敗戦、そして悔しい川崎戦の敗戦、まあ鹿島戦だって悔しいんだけどさ。まあここにぶつける気概、選手の気概に期待したいし、まあ選手たちがボルテージが上がってないわけがないはずであると。そうそうそう。そう、上がっててくれ。そう、新潟は酷暑であり、選手のコンディション調整にコーチングスタッフ陣は、まあ、大変苦労しているようであると。そう、僕は関東済みアルビサポなんで、そう、新潟の現状の酷暑をあんまり分かっていないけれども、すごい暑いらしいです。ただ天皇杯をターンオーバーしたからこそ浦和戦勝ち切りたいというふうなところ。新潟的にはクロスからの失点を気をつける必要があります。新潟の弱点その1、クロス。これはサイド深くポジションを取られた時のセンターバックとサイドバックの間のケアだったり、まあ、クロス後のマークの受け渡しもそうですが、まあ、クロスを上げさせなかった、ないことだったりとか、まあ、それよりも前のクロスにボールが渡るところを防ぎたいっていうところだったりとか、またまあ前半無失点で試合を進められると、後半は相手の体力が落ちてくるところを攻め込むというプランが、まあ、現状のスタイルでは良さそうな気がする。まあ、ボール保持できるのでね。多分、浦和よりは新潟の方がボール保持できるんじゃないかなという気がしてます。浦和は前半最初からギアを上げてくるはず。まあ、鹿島戦相当参考にしてると思うんだよね。受けに回るのではなく、押し返す圧力を新潟も見せてきた。だから、相手が思ってる以上に圧をかけなければいけないということがどれだけできるかというのも注目であると。新潟的にはね、鹿島戦の教訓がどれだけ活かせてるかと。そして、ミドルシュートの意識がここ数試合改善してきてると。それリーグ戦、カップ戦問わず。まあ、なんとかこれを仕留め切りたい。まあ、ミトちゃんとかもすごい打ってくれてるしね。まあ、あとはセットプレーからの得点が欲しいし、相手ディフェンスは強力ですが、流れから崩せれば自信になりますし、相手が前掛けになったところをひっくり返す縦に速い攻撃を織り交ぜながら、緩急つけて状況を見ながら揺さぶるのがより効果的な気もすると。まあ、いつも通りのポゼッションサッカープラスカウンターみたいな。状況に応じてうまいことを切り替えできたら、相手は嫌がるんじゃないかなと思いますし、その修正上手なスコルジャ監督も頭を悩ませるのではないかというふうに思います。天皇杯ではカウンターで仕留める術も披露した新潟なので、できないわけがないと。数的同数よりも不利な局面で組み立て直すのが新潟あるあるなので、こう、いや、ここもう一枚剥がして前行こうやっていうところでも一旦止まってバックパスするとき結構見る人多いと思うんですけど、それがこれね。だから2回から4回に1回ぐらいリスク承知で攻め込んでも面白いのかなと思います。ここまでの新潟スタイルをベースに、ボランチやサイドバックのミドルシュート、これもちろん別にオフェンスの選手でもいいんだよ。で、セットプレーからの得点、鋭いカウンターをプラスアルファできれば強敵ロア相手にも崩す手段が、まあ、複数見えて今後にもつながるだろうし、
これまでの敗戦を繰り返さないということを示せもすると。まずは無失点でいきたい。一瞬の隙で何度失点したことかということを思い出してほしい。強度と圧力を持ってる以上、相手が持ってる以上にギアを上げてぶつかってもらいたいというふうなところが僕の要望です。繰り返しになりますが、私もビッグさんに応援に行きますので、当日ね、現地行かれる方はぜひお会いしましょうと。ステッカープレゼントしてます、非売品のね。当日ツイッターチェックしていただければ、僕は どんな格好してるかもわかります。ということで、スタメン行きましょう。予想スタメン。天皇杯欠場メンバーはマストで選んでみましたが、小島伝、藤原、堀米、島田、高木、長倉、長谷川あたりは、まあマイケル、まあここら辺は硬いんじゃないかな。結局堀米、マイケル、コウ、水戸あたりもサブスタートだったから、天皇杯こんな感じなんじゃないかなと思いますけど、で浦和は分かんない。あの酒井が怪我だから秋元右に回して荻原左なのか、秋元左で大畑右なのか分かんない。これは何とも言えない。あとは中島翔平じゃなくて安井なのか、小泉じゃなくて関根なのか、補正官邸じゃなくて興梠なのか、その辺も分からない。伊藤と岩尾は硬いんじゃないかな。柴田の可能性もあるけどって感じ。大久保は絶対使ってくると思う。もうスコルジャ監督お気に入りだから。だ大久保対堀米、まあ堀米絶対止めてくれると思う、大久保は。そんな感じですね。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。